時はきつかったですね。で、ね、まあ、そんなこんなしていて、2011年が、いわゆるスティーブ・ジョブズの、後任電気があった年です。実はですね、2010年、この前年、2010年が、書籍が多かったんですよ。2010年に確か4冊かな、やってるんです。訳してるんです。3冊やる話になって結構きつくて、まあ3冊で終わり、まあ、ちょっともうこの後はやめとこうと思ったら、ちょっとどうしてもって言われて、最後にもう1冊お願いされたやつを結局やって、なんだかんだで4冊やって。で、4冊って、まあ、厚みにもよりますけど、出版専業の人で、4冊って言うと、あ、多いですねっていう話になる。基本は。量的には。っていうぐらいで。で、その意識は産業メインの人間ですからね、私のその当時は。それで4冊っていうのはさすがにきつかった。これは。体力的にも。まあ、子供がね、そろそろそのいろいろ手があんまりかからなくなってきてる。ちっちゃいとあれですけど、まあ、ある程度大きくなって、学校の関係や何かで家にあんまりいないとかね。逆に言うと、親がなんかしなきゃいけないこと減るわけじゃないですか。ということで、まあ、それもあったんで、なんとかなったんですけど、さちすながみに。にばっかりな、その産業翻訳と出版と両方やってらっしゃった時って、どうやってこう、例えば一日何時から何時まではこれやってっていう、そういうスケジューリングですか。今日はもう産業翻訳だけやって、ここの日からこの日まで出版翻訳やろうとか、そんな感じでしたか。産業系の仕事次第ですね。出版は何ヶ月の話じゃないですか。長いスパンですもんスパンね。長いんですね。まあ、一冊3ヶ月とか4ヶ月とかっていう期間の間にやればいいわけなので、大まかにそのスケジューリングして、はあるわけですね。で、そこから大きく外れなければいいわけなので、例えば今日、明日はやらなくてもいいわけですよ。例えば帳ね、尻そがのあってればいいわ帳けで尻すがよね。最後合えばいいって話。なので、産業系の話が入ると、産業の方をやり、入らなければ出版もやりみたいな。じゃあ産業系を納品して、じゃあ出版系やって、で、また産業系が来たらっていうそうです感じ。ね。で、なんですけど、その頃の産業系中心がですね、プレスリリースとか、ウェブページだったり、ウェブサイトの記事とか、そういうのが多かったんですよ。そうすると一本一本短いんですよね。本当数百ワードぐらいから、長くて2000ワード。2000ってのはあまりなかったですね。1000から1500ぐらい。700、800から1500ぐらいの感じの。まあ、じゃあ平均そのんな1000何ワー日ドもか。かかるような感じではないかもうん。ね。で、大体もうお客さん固定してますから、1000ワードって言ったら、だから1時間で終わるわけですね。ていうなる話ほなのど。で、そういうものなので、結構時間はあんまりやらないですね。朝来てその日のうちだったり、夕方来て翌日の午前中だったり、まあ、いろんなタイミングで入ってくるんでですね。まあ、その入ってくるタイミングにもよるんですけども、まあ、だから、すぐにかかんないとまずい時にはすぐかかりますし、入ってきた時にすぐに。で、そうでなければ、朝から本をやって、夕方仕事を辞める最後に、翌日納品とか、その日のうちにとかいうような産業系をやると。産業系の方が手慣れているお客さんとのであまり考えなくて済むので、疲れてきてからやってもスピードがあまり落ちないんですよね。だから疲れてないうちはなるべく本をやり、疲れてきた頃に産業系の方をやって、その日の仕事を終わりにするというようななこるほとを大ど。を基本にしてました。で、ただし産業系もバラバラバラっていっぱい仕事が何かで重なってしまうと、朝から一日産業、今日も産業系と本開かないとかね、そういう日もありましたけど、それケースバイケースです。わかりました。ありがわかとうりごまざいした。ます。で、まあ、そんなわけで、2010年が4冊もやって、大変だったんで、2011年は、
年間2冊に戻そうと。1冊から2冊ずつやっていて、2冊ぐらいやったらそれなりに。2冊でもすごいですけどね。まあそうなんですけど、まあ、とにかく2冊マックスっていうことで、したんです。あの、はい、年初、あの、お正月に今年の方針ってことでですね、今年は2冊、本は2冊、ということでスタートをしたんですね。で、1月、2月、2月ぐらいまでで、2冊が決まったんですね。その日、年にやるのが、1月、2月ぐらいで、バラバラっと決まって、で、実は、2月に、その前にやっていた、ウィキノミクスの、ウィキノミクスの方が前にやってるんですけど、それの続編が出たんですよ。で、出版社さんに違って、版権取った出版社さんは別だったんですけど、その新しい出版社さんから、ウィキノミクスやられていた、あれの続編うちで版権取りましたんで、猪木さんやってもらえませんかって言ったお話が来ました。で、ウィキノミクス自体はまあそれなりにいい本で、なので、続きできたらやりたかった。たんですね、なんでだからやりたいかやりたくないかといえばやりたいんですけど、ただちょっとスケジュール的に私がやるとしたら、あの年明けからかかることになります。2月に話が来て年明けからって話した、要するに次の年、はい、1年後にしかあの書かれませんよ。だから年間2冊っていうふうにしたわけなので、で2冊決まっちゃってたわけだから、それがなんていうか2冊だけやるんだったらね、その、もうちょっと早くに終わっても、そこはやらずに、適当な時期でこう2冊をやって、で、年内、年明けぐらいから3冊目にかかるという、次の仕事にかかるというイメージになるので、まあ、あの、だからそうしないと、年間2冊にするっていうのが実現できないわけですか、うん。で、お話をしたら、いや、これ年内には出したいんですよねっていうお話で、うん、あの、まあ、そうするとちょっとスケジュール的に無理がありますね。って言って、結局その話流れたんですね。うん、でまあちょっと残念だったなと、あれの続きだったらやりたかったなとか思ってたんですけど、でその3月に実はスティーブ・ジョブズの後任電気が出るっていう話がネットニュースで出ました。でジョブズの後任電気っていうのが出たらやりたいなっていう話は、実は、まあ、ジョブズ好きの人のウェブサイトで、ちょっとそっちの人と雑談の時にしてたりとか、まあ、なんかしていて、出るのかっていうんで、まあ、これは、まあ、あの、セミナーでも何回かよく話をしてたんですけど、これは、なんとか取ろうということで、書籍の方にではあんまりそういう動きしたことないんですけど、これの時は珍しく、いろんな手を尽くして、やれるようにしようという動きをしてます。ネットニュースで最初見て、そのちょっと後に、付き合い結構よく一緒に仕事してる編集さんから、ご存知だと思いますけど、ここに出てますと。で、版権入札うちも参加したんですけど取れませんでした。取れてたら猪木さんお願いしようと思ったんですけどと。でもでうちは取れなかったけどどっかは取ってるわけですと、うん、ちょっと今回その辺すごく秘密主義でどっか取ったのか分かりません、ね、普通分かるんですけど、でもどっかは取ってますというお話 で、知り合いでなんか知らんけどその業界通でいろいろよく知ってる編集さんがいるんですよ。でその編集さんにどこが取ったかちょっと調べてもらえませんかと。だから聞いた瞬間にあれね、あれはなんかは珍しく分かんないんだよね、ちょっと時間かかるかもよって言って、いいですってお願いします、すいませんってお願いして、やっていただいて、まあ、それで講談社さんっていうのが分かったんですね。で分かったところで、とりあえずウェブサイトに夜行に電気が出るらしいんだけどあれやりたいなみたいな話をボロッと書いてるんですね。でそれは講談社の方もどうも見てくださったらしくて、誰に頼むか向こうは向こうでいろいろこう当たっていたらしくて、でジョブズ関連の本っていっぱい出てるんですけど、ジョブズが亡くなった時にフェアで、本屋さんで山のようにジョブズ関連本を集めた時なんか見てみると、翻訳書で複数冊訳してたっていうのは実は私だけだった。
あとはみんなバランバランなんですよ。それぞれの出版社、いろんな出版社なんかが出ていて、それぞれにいろんな方がこう訳されていて、で1人1冊ずつぐらいで、私だけが数冊、6、7冊あったかな。多かったので、まあ、そんなこんなで、講談社さんの方としても、まあ、一応候補に上がってたらしくて、うん、でウェブサイトを見て、あ、やっぱこうやりたいんだなって思ってたらしいです、ね。発信するって大事なんですよね。うん、そうです、そうです。で、まあ、それはそれであって、でたまたまその前年だったかな、少し前に知り合いの紹介で講談社さんのブルーバックスを一冊やってるんですよ。うん、でそのブルーバックスの編集さんに、いや、ジョブズの版権、実は講談社さんが取ったっていう話を聞きましたと。で、担当のところは今頃、誰に頼むか、検討中だと思うので、私の名前、そこに検討のリストの中に入れてもらって、ってか入れるように言っていただきたいんですけど、つって、そちらの編集さん経由で、まあ、そういう働きかけもして、まあ、なんだかんだ、紆余曲折、あってやる話になったということです。後から振り返るとですね、これタイミング的にすごいラッキーだったなと思います、私は。でこれ2011年52歳の時なんですけど、これあと5、6年早かったら、2006年とかだったら、私のとこ来ないですよね、多分。うんうん、まだアイコンやってぐらいの話、その前だったりしたら絶対来ないし、アイコンやったぐらい直後ぐらいだったら、アイコン一冊だったらね、他のいろんな人たちのあれと一人一冊と野中のその他の一人になっちゃうから、私のとこ来たかどうかは非常に怪しい。講談社さんの反響を取ったグループとしてはやっぱり多分様子のわからない翻訳者を頼むっていうのはリスクなんですよね。どういう仕事をするか分からない、どういう役目を上げてくるのか最終的によく分からないところがある、あんだけ分厚いものですから不安定だったりすると、一部見てこの人ならと思ったら後半ボロボロに崩れるとかいうこともあり得るし、とにかくどん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 遅れていくとかね、いろいろなことがあり得るので、どういう人か分からないっていうのはリスクなんですね。だから、まあ、過去に仕事をしてこの人だったらその性格的に人間的に大丈夫だって思えてればいいですけど、それない人間に出すのはリスクですから、それを上回るメリットを見出してくれないと私の来なかったんですね。とは5年も早かったら絶対なかった。この少し前に出たスティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン、日経 BP さん、あれが発売から半年ぐらいで10万部超えてるんですよ。そうなんだ。はい。ノンフィクションとしては大ベストセラー。いまだに売れてますからね。それです、それです。いまだに、ちょこちょこと、増刷がかかっている。年間1000部とかそういうレベルですけど、増刷、とにかくする、続いてるんで、ぐらい。まあ、スタートもすごかったし、その後もまだまだっていう。まあ、いい、これいい本だと思うんですけどね。私は、随分さ、プレゼン的に参考にしました。自分のプレゼンがあれでだいぶ変わりました。なんですけど、まあ、とにかくたくさん売れてるっていうのはやっぱり業界内で注目されるので、でそれをやった人と、で、まあ、そういう注目されたものって編集さん大概読んでますから、そうすると、まあ、この役だったら悪くないんじゃないっていう話も絶対あったと思うんです。まあ、そんなことなんで、もうちょっと早かったら私のとこ来なかったけど、このそういういろいろこう実績がちょうど上がったところだったので、まあ、来るという話がまずあったと。で、あとですね、これがもうあと例えば5年ぐらい後ろだったら、体力的に無理ですよね。はぁ、きつかった。死にそう、本当に死に、本当なんていうか死ぬ一歩手前っていう感じのところまで仕事してました、ね。過労死一歩手前で、まで行きました。話伺った時に壮絶なんだもん、内容が。はい。本当に。もうです。もう本当、全部終わった時には友達から今日は祝杯だねって言われてけど、祝杯冗談じゃない。酒なんか飲んだら一気に吐くわいって言って、今でも吐きそうなのにっていうぐらいになってましたからね。もうだから本当、4、5年も後ろだったら、
体力的に一人じゃ少なくとも無理、うん、いやもう壮絶なスケジュールだったので、うん、タイミング的に本当あのタイミングだったと私にとっては大ラッキーですね。まあ、私の場合も代表作って言ったら これしかないですよね。終わった時は思いました、私の代表作ってこれだなと、うんうん、この後あのその役のレベルとかいろんな意味で自分的にはこっちが気に入ってるとか出たりしても、もうあのいわゆる外から見た時の私の代表作ってもうこれしかない、これ以上の出てくるはずねえと思いました。実際そうですけどね、ありえないですよ。もう、まあ、それができたのはすごく幸運でした。で、ただやっぱりこの年はきつかったんですよね。まあ、2冊やるって決めて、1冊が終わったところで、ジョブズのこの本人転記の話が出たわけですね。だからまだ1冊残ってるんですよ、実は。手元に仕事が。で、実は1冊終わって、しばらく休んでってか、要するに産業系だけの仕事に戻して、で、夏ぐらいから、仕事をして、あとか本の公募や、2冊目をやって、まあ、秋口から冬の初めぐらいに出版社に出すっていうぐらいのつもりで考えてたんですね。ところが、こっちが7月から9月っていうスケジュールになったので、7月のジョブズのその原稿が入ってくる前に、もう一冊終わらせておかないと、そっちどうなってますって言われたら困るんでですね。休むはずだった時に休まずに、前年4冊やってきついっていうののまんま、とにかく1冊はやり、しばらく休んでと思ったら休むはずの時期に2冊目をやり、でその後にこのジョブズのやつをめちゃくちゃのスケジュールでやり、で、産業系があるわけですよ。そうですよね。はい。ジョブズやりながら産業系もやってましたからね。これ実は。死にそうでした。ちなみにあの2冊目のやつはだから7月の頭にとにかく仕上げたわけですよ、必死になって間違わせて、で、出版社さんに出したのは年末だったかな、うん、いや、あの、もともとその秋から冬の初めぐらいっていう話だったわけなので、うん、終わったからって出しちゃうと下落しちゃうわけですよ。ああ、はいはい。そうですね、やってる暇ないわけですよ、それ。向こうも原稿もらったら、早く上がったのか、じゃあ出版時期前倒ししようとか、そういう話が下手すと社内出ちゃうわけで。なので、どうなってますって言われたら場合によっては出すけど、どうしようかな、言われなければいいけどなと思いながらずっと書いていて、どうなってますって問い合わせも返らなかったんで、もともと話をしていたよりもちょっと後ろで、予定よりも少し遅れてごめんなさいって言いながら原稿を出してるんですけど、実は7月の頭に終わっていたっていうやつですね。まあ、そんないろいろありまして、で、だから、ね、このジョブズの仕事終わったのが10月のどっかですよね。もう11月とか12月は、仕事をとてもじゃなくてやれる状況にない、もう昼間もしょっちゅうくたくた寝てましたし、まあ、産業系の仕事が来ちゃうとしょうがないから必死になってそれだけはなんとかやるけど、もう仕事したくないっていうかやれないっていう状態で、年内ぐらいはほとんど、11月12月は、基本的にはお休み期間になりました。で、年明けぐらいから、仕事に再開し始めたんですけど。